レクサスエレクトリファイド。レクサスが目指す電動化の取り組みをこのように呼んでいます。電動化技術により車の可能性を最大限引き出すこと、それがレクサスにとっての電動化です。モーターが生み出すリニアな加減速、ブレーキのフィーリング、そして気持ちの良いハンドリング性能を組み合わせることで、運転そのものの楽しさを追求し、レクサスらしい電動車をお届けしてまいります。中でもバッテリー B は電動化がもたらす車の進化、その特徴が最も分かりやすく表現されたモデルとして、今後のレクサスの象徴となっていくと考えています。その最新のモデルがレクサス RG です。バッテリー B であっても車を鍛え、走りの味を追求していくレクサスの姿勢は変わりません。その終わりのない味の追求は、今後スポーツバッテリー B の開発を通じて次のステージに向かっていきます。レクサスならではの走りを示すとともに、スポーツカーにとって大切な低い車高や挑戦的なプロポーションにこだわる、レクサスの未来を象徴するモデルです。加速タイムは2秒前半、航続距離 700km オーバー、全固体電池の搭載も視野にハイパフォーマンスバッテリー EV の実現を目指します。レクサスは車屋だからこそできる性能の作り込みや人の感性に響くものづくりに磨きをかけ、バッテリー EV を通じて車の多様な体験価値を提供するブランドに進化させてまいります。レクサスが初めて作る専用のバッテリー EV の車です。 RZ です。 Z、はい、ゼロ。レクサスらしいバッテリー EV を作りたいんですよね、うん、あ、レクサス乗ってるな、あ、EV なんだということが分かるようにしたいよね、うん、そうですね、うん、この四輪接地感が非常にいいね。一貫してレクサスの味としてやっぱり大事にしていきたいのは、そういう感覚なんですよね。それは決してバッテリー EV になったからって言って失っていいものではなくて、守っていきたいんですよね。四輪の接地感みたいなのは感じるけど、ちょっとなんか重いよね。アクセル踏んだらどうなの？踏んでみてください。どうでしょうか。なにこれ。別世界。どうでしょうか。別の顔が見えた。やっぱりマスタードライバーとして乗っててね、いつまでも乗っていたい車、やっぱりね、あの環境にもいいよ、だけど楽しいんだよ、乗ってよっていう車をぜひレクサスのね、ニューチャプターで、はい、Z というブランドでね、やってほしいですね。行きましょう、うん、やっていきましょうよ。